はおととい日馬富士戦横綱初挑戦がありました。昨日は照ノ富士戦で大関からの初白星を手にしました。今日は初めて結びの一番、しかも中日の満員の館内で結びを務めます。3勝してんだね。3勝4敗です。大したもんだね。高安、宝富士に勝って昨日照ノ富士を破りました。その貴ノ岩を小林アナウンサーが訪ねてくれています。小林さん、はい、まずですね、その昨日の大関戦の初勝利を振り返ってもらおうと思ったんですが、はい、いやもう気持ちは今日に切り替わっていますのでと、横綱戦この一番にもう気持ちが向かっているようです。はい、そしてですね、初めての結び、初めて結びの一番で土俵を務めることについて聞きますと、はい、嬉しいですね、思い切っていきたいですと、そこで関取の笑顔が見られました。そうですか。はい、おとといに続いての横綱戦ということなんですが、自身は緊張していないんですと。ただですね、横綱が土俵に上がって制限時間いっぱいとなって館内がシーンと静まり返った時の館内の緊張感というものは非常によく感じるということで、その緊張感に飲まれないようにいつも通り相撲が取れるかどうかではないでしょうかと、そう話しています。向正面は若の里の西岩さんです。西岩さん、はい、初めて結びを務める時というのはやはり雰囲気に飲まれてしまうものでしょうか。もうこれはしょうがないですね。しょうがないですか。はい、しょうがないんですけどもね、もう負けてもともとだと思って、自分の持っているものを全て出し切るつもりで対戦してほしいです。そういった状態で貴ノ岩が望めるかどうかです。中日8日目結びの一番、制限時間いっぱい、4勝3敗に横綱鶴竜、そして東の前頭3枚目に躍進の貴ノ岩、ありません、落ち着いて、40代伊之助の軍配が返りました。鶴竜の突っ張り、下がらない貴ノ岩、攻め返し、高田が引き落とし、鶴竜の勝ち。鶴竜勝って5勝3敗、貴ノ岩にも見せ場はありました。3勝5敗です。まず向正面の西岩さん、はい、貴ノ岩攻めは見せましたね。もう大健闘と言っていいんじゃないでしょうか。